おはようございます。ティゼット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。一人暮らしをする友人が増えました。もうだから今いつも遊んでいるあの4人いるんですけど、その中で一人暮らしをしてるのが3人、まあ僕含めてね、4人の友人の中で3人が一人暮らしをしてるわけですね。すごいなぁ。もう一人暮らし、みんな自立するんだなぁと。まあ、自分も一人暮らしなんだかんだで2年やってますけど、ね。そのために布団でね、キャーキャー騒いでますけどね。うん。で、せっかくなんでね、あのやっぱね、そう一人暮らしになってくると、食生活とか、洗濯とか、衣食住の話になることもあるんですよ。この前びっくりしたのが、うちの友人の一人が、洗濯修理何回って聞いたら、1ヶ月に1回って帰ってきた時。皆さんは、鬼コンボ最強伝説、または、グレートドラキー最強伝説っていうのを皆さんご存知でしょうか？そうです。アホな縛りをやってるあれです。もうわかる、言わなくてもわかりますよね。アホな縛りやってるあれです。そうです。で、これはイフの世界線なんですよ。あれは、特に鬼コンボ最強伝説っていうのは、コングヘッド大きい打ちアークデーモンっていう、絶妙に長所と短所があったような、そいつらモンスターだった。だから、いい難易度だったと思うんですよ。一番いい難易度だったんじゃないかなって思うぐらい、個人的には。他にもね、強力な合体モンスターや合体モトいますけど、例えばね、レオコーンだったらナイトウィッチ使えちゃいますからね。で、今回はそのイフの世界線です。もしですよ、プラチナキングがこの金さ、主人公だったらどうなんのか気になりません？さあ、やってまいりました、ショートパンツ。やってまいりました、ショートパンツのところです。もうね、もう、ちょっと前の、結構前の動画かな。あの、怒りの魔人の最強伝説あったじゃないですか。イフの世界戦でね。はい。もし、王者決定戦まで、とかゲームセンターとかね、大会モードの敵の補正敵のね、理不尽な補正ですよね。勇気補正と逆転補正と、あるじゃないですか。それを、どこまでかいくぐれるのかなっていう挑戦にちょうどいいのがこれなんですよ。で、まずは、プラチナキング。行ってみましょう。何連勝できるかやってみましょう。僕の予想はですね、一勝もできないと思います。さあ、プラチナキングで挑む大会モード1戦目。相手は何人、何でしょうかね。あ、終わった。あ、終わった。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 おい、左にいいんだよ。左にいいんだよ。通行マシーンがよ。それでは登場していただきましょう。はぐれメタル、メタルスライム、メタルキング。さあ、メタル3体、レッツゴー。いやー、不安しかねえ。なんと、はぐれメタルたちが、3体、合体合体しない方がいいのに、HP 下がっちゃったよ。さあ、やってきました。メタルの王様、プラチナキングの登場です。プラチナキングになったぞ。絶対ならない方が強い。さあ、プラチナキング。相手をね、威圧しております。まあね、敵、自分で使った時もさ、なんだかんだプラチナキングの魅力にはさ、みんな惹かれたんじゃないかなと思うんですよ、個人的に。個人的にさ、魅力はある。正直、魅力は十分だと思うよ、プラチナキングって。メタル3体で組んだらどうなるんだろうって言ってさ、組んでね、偶然組んで、なった人もね、数知れ、いた。ちょっと待って、おメタル3体に組んだらどうなるんだろうってなって、普通に組んだら、お、何これプラチナキングって強そうってなった人もね、いるんじゃないかなと思うんですよ。さあ、先空剣。問題はここです。いった。もう210も食らうのそんなんで。え、嘘やん。17とかにしてくんない？ 17 とかさ、40とかに抑えてくれへんの？さあ、反撃だ！弱っ！弱っ！ちょっと弱ない？ちょっと弱ないか、お前。いくらなんでも弱いと思うんだけど。よっしゃ、オッケー！まだまだいけるな。
弱いな。大丈夫か、大丈夫か。おいおいおお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 い、ええええ、ちょっと待って、爆速で動画終わっちゃうよこのままじゃ。いや落ち着いてください、落ち着こう。プラチナキングには 25% の回避率というものがございます。はい、なんで敵は物理しかないんで、それを避けてしまえばいいんですよ。避けてしまえばいい、すべて攻撃はすべて避けてしまえばいいんですよ。プラチナキングになることでね、自由自在に身軽にね、敵の攻撃をかわすことができるようになりました。さあ貯めてくる。さあまあまあ次ピロリしちゃいましょう、避けちゃいましょうね、避けちゃいましょうね。旋空拳そんな見えすぎた動き、避けるぜ、ははははははは、避けた避けた避けたぞ、まだあるぞ、いけるぞプラチナキング25% の回避率で全てを、で、素早いから、プラチナキング素早いから、いけ、このままいける。このままいけ。え？おっと、相手の攻撃、嘘、嘘、あー、危ねー、来たー、エネルギーが満ちていく、キングブラスター放射、やったーやったー、めっちゃ喜んでるやん、やったーすげーじゃん、いいじゃん、すげーじゃんプラチナキング、よくやってくれました。もうジャイアントキリングしてるようなもんだろこれめっちゃ喜んでる。さあ2戦目、まさか一勝できるとは思わなかったよまさか一勝できるとは思わなかったよ。あーもうやだな、会心の一撃がいつでもおかしくねえって連中だなんつうかな、プラシーボ効果っつうんかな、プラチナキング使ってるとさ、あの何回か動画で使ってきましたよ、それは私もプラチナキングは、プラシーボ効果っていうんかな、なんかさ痛恨が出やすい気がする。そう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 、さっきはなね、通行をね、一回も食らってなかったからいいけどさ。おーおーおー、よし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 、避けた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 。あー、いった、え、シンクラリ185も食らうの、なんかプラシーボ効果で通行が出やすい気がするのが怖いんだよ。しかもさ、CPU の逆転補正もあるんでしょ怖すぎなんだけど。いけ、回転させる、プラチナ勝った、いけ、弱いな、もう弱いな、もう駒のように回転させる、いけ、よっしゃ、オッケー、すいません、この回心率だけは認めてあげよう、プラチナ勝ったの回心率、それだけは認めてあげよう。ただただね、いつも競り負けてんだわ。おお、いいね、25% 頑張っております、避けております、避けておりますすげえちょっと待って、俺が想像以上に、想像以上に頑張ってるぞこいつ、マジか、いけんのかお前、おお、ええ、これさ次当たったらギガソレン泣いてるじゃん、マジでこれ、つらかった、おお、勝ったぞ、これ勝ったもう同然でしょ、これだってさ、痛恨出ても耐えるんだよ、痛いぞ、大丈夫、勝ったすげえすげえ、奇跡の2連勝、え、どこまでいけるの、ちょっと逆に気になってきたわえ、すげえじゃんお前。3戦目、いやー、ちょっと奇跡の会心連撃でここまでやってきましたが、あ、カモだあ、めっちゃカモだ、めっちゃカモれる、勝てるぞ大丈夫だプラチナキング、これは絶対勝てる、え、これは絶対勝てるでしょ、だって敵のモンスターに物理攻撃持ちって誰一人いないよ来ました、プラチナキングのね、輝く場が来ましたね。じゃあキングブラスター行くか、あの鬼面同士が爆発強いし来たね、もう敵の攻撃を全く一切全体受け付けませんので、こちらは。
さあ、行こうや。消化試合だ。これはただの。これも消化試合みたいなもんでしょ。まあ、目玉にしたことは無駄無駄無駄。合体モンスターにね、メタパニがね、聞いてどうするんですか。よう聞いてましたけど。過去に 何匹もそういう積み上げましたけど。まあ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 、ドルマもね。もちろんミスですよ。やった。もう3連勝確定してる。嬉しいわ、俺。あれ、これ怒りの魔人より頑張ってねえか。こいつ。魔力上げても無駄なんだよ。キングブラスター撃つだけでこっちは勝てんだからさ。簡単な話よ。おお、なんだ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 その技は。なんだその技は。はははははは。メラゾーマ、なんだその技は。我を焼き尽くすならカイザーフェニックスでないとな。少しやりすぎてしまうかもしれん。やりすぎてしまうかもしれんな。おい、かあ、避けるな、お前ら。さあ、1ダメージも食らってません。余裕の構えです、スプラッシュキング。微笑みメタル。余裕の構えでございます。何使ってくんだっけ？いや、まさかね、そんなもんに引っかかるわけがないでしょう。あーし。プラチナキングやからちょっと一瞬怖かったけどな。そういう意味でもなく怖かったけどね。まあまあもうこれでもうね、もう敵は戦意をなくしましたよ。もうどうしようもないでしょ、こんなん。キングバスター炸裂行くぜ。オッケー、いいダメージ全然。まあ威力が高いからね。なんだメラミとは。この後に呼んで悪あがきか、君は。もちろん聞きません、そんなものは。やったメタルの輝くとこ来たな、こんなところで。こんなところでメタル、プラチナキングが輝く場が来るとはな。はい、終わりでーす。ありがとうございました。対戦ありがとうございました。やったな、3連勝だぞ。プラチナキング、このまま10連勝しちゃいなよ、ユウ。ユウ、10連勝しちゃいなよ。さあ、4戦目。さあ、未知の4戦目です。4戦目まで来ました。あ、もう、これも勝てる。すげえ、これも勝てるぞ。勝てる、勝てる、勝てる、勝てる。絶対勝てる。大丈夫だ。いける、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 いける。負ける要素がほぼゼロに等しいのよ。祈祷師も、主人公も、呪文しかないんだから。ダブルアタックで痛恨が出ない限りは勝ちなのよ。これもあるぞ。普通に勝てるぞ。あー、でもデルクロアのこと考えると、あれか。キングブラスターの方が良かったかな。でもどうせ祈祷師が経験しちゃうか。なんだギリアとは。もちろん呪文は効きません。だから怖いのはこれだけです。ダブルアタックだけです、怖いのは。ダブルアタックのと避けました。避けました。イオナズン。ははははは。メタル系に呪文なんだ無意味。それを思い知るがいい。やばい、プラチナキングここまで頑張った回あるか？今までで。え？今までさ、動画撮ってきた中で、こんなにプラチナキング頑張ってる回ある？避けられてるわ。こんなに頑張った回あるか？めっちゃ頑張ってるぞ、お前。いけるぞ、本当に。プラチナ勝った？ちょっと、お互いにダメージを1ダメージも与えてねえんだけど。なんだこの泥試合。なんだこの泥試合は。なんだ、何使ってくるかだな。これ怖いな。え、あ、ミラクルソード？かっこいい！痛い！そこそこ痛えな。ミラクルソード、それでもこんだけが。まあ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 、プラチナカッターでね。さあ、プラチナカッター行こうぜ。せーの！ちょっと、避けすぎじゃない？ちょっと避けすぎじゃない？あいつ。ちょっと避けすぎやって、あいつ。いくらなんでも。かわいすすぎるって。よし。あいつに当てればいいんだよ。悪魔神官避けないからさ、その対して。そこまで避けるモンスターじゃねえから、そいつ狙えばいいのよ。この賢者にマジで当たらん。まあ、焦らず行きましょう。お互いね、ミスしてる以上ね、勇気の溜まり具合はね、同等なんで、パッチョ現象が起きることもそうそうないでしょう。
ミスが多ければ、ミスするってことは、ここぐらいか。まあ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 。ミスするってことは、勇気の溜まりは遅いってことだから、3ターン目に勇気が溜まることもないです。なんだったらこっちの方が勇気有利まであるからな、ここまで来ると。さあ、プラチナ勝った？当ててくれよ。しっかり。ちょっと！ちょっと！当てない。ちょっと！なんなのこの戦い。ちょっと何これ。全然当たらんぞ。ようやく当たった。なんだこの戦い。マジで戦う、なんか、避けられてる、避けられてばっかだぞ。どうしよう。4ターン目に勇気溜まるかな、あいつ。あ、まあ、ベキラマ逃げてくれるならいいんだけどさ。でも、さすがに溜まんないでしょ、こんなにミス連発してるんだったら。いくら CPU でもね。いくら CPU でもそこまで溜まってねえとは思うけどな。こうなると、さ、相手はとどめの一撃を狙うしかないから、まあ、理にかなってるんですよ。相手は避けるしか勝ち筋がないんで。まだ溜まってないよね。さすがにね。さすがに溜まってるわけないもんね。さあ、問題はだ。いかにね、チキチキ戦法で戦っていくか。チキチキしましょう。駒のように、回転させる！プラチナ勝った！よし！いいよ！もう一発当てておきたい。せめて。もう一発当てておきたいね。プラチナ勝った？せーの！よし、オッケー！これで、HP 差がひっくり返ったね。なんとか。ひっくり返しそう。まあでも、まさかさ、こんなにミスっといて勇気溜まってたら俺びっくりするけどね。いや、さすがに溜まってないべ。まあ、ダブルアタックがちょっと怖いなとは思ってるけど、まあ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 。はい！スペシャルカードで、スペシャルカード発動して勇気溜めておいて、溜まってないね、向こうも。勇気溜めて、ここキングブラスターでもいいまである。ここはキングブラスターでもいいまであるよ。最終的に勝てばいいんだから。しかしなんだろう、この試合は。しかしなんだろうな、この試合。もう見てる側もなんだこの試合ってなってるぞ。避けてよ、避けるわ、ミスは出るわ、ミスの連発なんだわ。キングマスターでいいよ。あー、上振り狙うか、お前。まあ、一発当てればいい。一発当てよう。オッケー！一発当てた！これ勝った！これは勝ったか？さすがに。プラチナ勝ったー！いけ！とどめさせて！よいしょー！オッケー！おめでとう！4連勝だ！